どうですか皆さん、この爽やかな感じ。暑でしょ。もうね、ちょっとこう夏の装いな感じで、はい。今日のファッションのポイントはどうですか。いや、特に何も考えてないんですよ。ちょっとこう中はね、白で統一して、はい、上からちょっと爽やかなシャツ羽織って、はい。はい、そのこうね、コントラストのしっかりした、はっきりした顔みたいな。顔はちゃう。いや、でも男前ですよね、皆さんね。ほら。男前の拍手が思ってますからね。なかなかないですよ、男前言うて拍手が、はい。この間のゴールデンウィークのラピートカップではしっかりと準優も乗られて、はい、はい、ちょっとね、惜しくも優勝ね、はい、はい、逃してしまったんですが、どうでした、あのやっぱりゴールデンウィーク、まあ、地元戦となると本当にたくさんのこう、ね、強い選手がいる中で、はいはい、そんだけ こう、ね、あの成績を残せたってことはやっぱり大きな力になるんじゃないですか。うーん、どうなんですかね、まあ、エンジンの、ね、力が多分大きかったと思うんで、うーん、まあ、普通のエンジンで、ね、流出できたら自信になると思うんですけど、まあ、まだおごることなく頑張っていこうと思ってるんですけど、はい、でも、最近のこうリズムとかっていうのはご自身ではどうですか。いや、エンジンなりなんですよね。その悪いエンジンの時にちょっとリズム崩したりとかするんで、その悪いエンジン引いた時にいかにこう、まあ、着取ってこれるかっていうのが今の課題になってますね。なるほど。今日カイツでルーキーシリーズ、はい、木下翔太選手が優勝しました。はい、よう飲みに行くんですよね。あ、はい、家近いんで、はい、まあ、お互い刺激し合って、まあ、いろんな話しとったんですけど、まあ、先にこう優勝されてね、ちょっと僕もやらなあかんかなと。そうですね、はい、やっぱりその辺はこうちょっと燃えるところではありますね。ありますよね、はい、ちょっと頑張らなあかんなとは思いますね。はい、はい、まあ、出力電源モーターに回って、はい、まあ、何節かも乗られてます。そうです、篠江と住みのだけですか。あ、そうなんですね。住みの2回乗ってるんですかね。はい、うん、はい、どうですか、その前までとのこう変化という部分では。まあ、プロペラの形はあまり変わらないんですけど、なんかエンジンの差がすごい激しいなっていう体感をしますね。なるほど、はい、はい、やっぱり結構選手からも、もういいのとこう良くないのではかなり差が、はい、すごいですよね、あるっていうね、お話も出てますので、それをこうどう縮めれるんかっていうのも今こういろいろ試しながらねやってるんですけど、はい、ちょっと難しいですね。はい、斉賀選手はこういつもどういうところに一番にポイントを置いて調整とかっていうのはしていかれますか。まあ、あんまり調整しないですもうその引いたなりのままで、もう前の人がやってるやろみたいな感じで、はい、なるほど、はい、もうあとはじゃあ自分がそれをどう乗りこなすかっていう。そうですね、はい、まあ、どっちかって言ったらこう走るレースに集中する方なんで、はい、じゃあその斉賀選手のこういい時のこうサインみたいなのってどういうところで皆さんは分かればいいですか。どうなんですかね僕スタート遅いんでね、ちょっとまあスタートちゃんと決めれてる時ですかね、うーん、思います、はい、じゃあ結構こうスタートのタイミングであったりとか、スタートこうビシッといけてる時っていうのはちょっといいのかなって思っていただいても。そうですね、はい、多分仕上がってるとか、そんだけ多分自分の気持ちも入ってると思うので、はい、はい、メンタル面っていうのは最近どうですか。メンタル面ちょっと自分の中で考え方変えて、それからちょっと成績上がってきたんで、まあいいきっかけにはなってると思うんですけどね、うん、まあまだちょっと A 級になるっていうのが目標なんで、はい、もう少しもうちょっと考え方何かまた考えなあかんかなとは思ってるところですけど、はい、こうお休みの日とか趣味とかで何かされてることはありますか。ね、最近ゴルフと釣りを始めました。はい、結構やっぱり選手皆さんゴルフも釣りもね好きな方。そうですね、多いですね。多いですよね、はいはい、体動かすのが好きな人が多いんで、うん、ね、誘われてよく行ったりをしてますね。はい、ゴルフはやっぱりこう選手の皆さんと行かれるんですか。そうですね、そうですね、選手の人と行くのが多いですね。はい、ゴルフの腕前っていうのはどうなんですか。いや、全然下手くそです。ひどいです。ひどいですね。はい、この間でも昔野球されてたんですよね。いや、それがね、はい、そっちの方が下手くそなんです。この間行った時、144叩いて、はい、先輩にめっちゃ笑われました。笑われました。よかったです。でもまだやり始めたばっかりなんですよね。はい、
練習しかない、それも。それも、はい。じゃあ釣りはどうなんですか？釣りはね、まあ、結構うまいことできてます。なんとか、はい。大量でした？大量でした。前行った時も、イサキ釣りで行ったんですけど、まあ、70匹ぐらいだったんですけど。で結構ね、あのどうやって食べるんですか？ね、煮付け、もうさばけないんで自分で、はい、ね、もう家に持って帰って、うん、煮付けにして食べてました。うん、はい、親がもう喜んでました。喜びますよね、はい、それね、食材ができたり、食材ね。まあ、釣りもやっぱり選手と一緒に？そうですね、選手とか多いですね。はい、はい、ちなみにお酒は飲まれますか？お酒飲みます。はい、お結構強い方なんですか？いや、どうなんですか、まあまあ、ほどほどに、ほどほどに、たしなむ程度に、何が一番好きなんですか？もうビールしか飲めないですね。まあ、やっぱりビールがね、はい、一番美味しいですよね。はい、終わった後ね、こうね、新幹線から飲み始めてね、はい、駅着いてからまた飲んでね、ま、飲んで、帰ってきてまた飲んでね、ま、飲んでめっちゃ飲むじゃないですか。いやいや、あんなことないです。はい、酔っ払うとどうなるんですか？酔っ払うと、いや、あんまり変わらないって言われますね。顔とかは変わらないんですけど、はい、限界まで酔っ払ったらもうなんか寝てますかって。ああ、はい、寝てしまうタイプなんで。はい。でもこうめっちゃテンション上がったりとかってこともないんですか？あんまり変わらない。あんまり変わらないって言われます。はい。じゃあ結構やっぱ強いですよね。いや、なんことはないでしょ。普通です。その男の前からちょっとボロ出てこないんですか？いや、出てこない。出さないです。出さないです。はい。なんかこう意外な一面は自分ではどうなんですか？なんかありますか？一面。寂しがり屋さん、一人があんまり好きじゃないです。そうなんですね。はい、じゃあなんかいつも一人でこう何かするっていうよりかはみんなと。そうですね、みんなとなんかワイワイしてる方が好きですね。まあ、誰かとどっか行くとか、一人で何かするっていうのはあんまり好きじゃないです。なるほど、はい、はい。次節は桐生のルーキーシリーズ、はい、ルーキーシリーズということなので、はい、やっぱりここ頑張りたいところですよね。はい、やっぱり同期もね、若い子ばっかなんで負けられへんという気持ちもね、より一層強くなるんで、まあ優勝できるように、はいはい、頑張りたいと思います。はいはい、じゃあ最後にね、お集まりいただきましたファンの皆様に一言いただけますでしょうか？はい、まあエンジン狩りで、まあ、安定した成績残せないんですけれども、まあ、ここから A 級になって優勝できて、まあ、大阪支部の先輩方に追いつけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。本日は海外選手にお越しいただきました。